昔は邪馬台国の女王卑弥呼、中国の魏志倭人伝に書かれてる千人の侍女たちはべらせて、まじないで国を治めたとされてるわ。そう、私の生きた時代、村から国が生まれていたの。村から国へ、溢れたわ争いはもうたくさん。